はい、皆さんこんにちは。 Amazon の季節先取りセールっていうのがね、今開催中なんですけども、でこちら昨日はね、この Apple 製品結構出ていて、この16インチ MacBook Pro なんかね、結構ね良くて売り切れちゃいましたが、今日はね、あの Apple 製品と使える周辺機器をですね、まあ、私が実際持ってて気に入って使っているものを中心にですね、現物をお見せしながら紹介したいと思います。はい、ということでこちらね、タイムセールって感じじゃないんですけどね、マグセーフ充電器アップル純正のものが 13% オフの5357円になってますね。でこれはね、あの出だしね、出たばっかり iPhone12 の時はちょっと発熱なんか気にもなったんだけど、なんか最近はね、ソフトウェアのアップデートで結構落ち着いてきた感がありまして、でこういったなんかね、サードパーティーのものに組み込んでもいいし、そのまま使ってもいいということでね、結構ねいいですね。今までマグセーフ使ったことない人はね、これいかがでしょうか。はい、そしてお次ね、アップル純正マグセーフバッテリーパックも 15% オフの 12,541 円になってますけども、でこれはね、モバイルバッテリーでありながらですね、この iOS のシステムに統合されてますからね、ここのところにこの残量なんか出たりしてね、いいんですよね。あとはね、この iPhone 本体のバッテリーに負担をかけないために 90% でね、止めてくれたりとかする機能もあったりとかするんで、でこれね、発売当初ちょっとね、挙動不審な部分もあったんですけど、最近はね、ソフトウェアアップデートで非常に安定して使いやすいものになってますよね。まあ、これモバイルバッテリー兼マグセーフ充電器になるっていうのも、まあポイントとしては高いですかね。でお次はね、これ8月に出たばっかりのビーツスタジオプロが、これが 44,000 円に下がっていまして、これポイントアップ最大2200つきますからね、実質 42,800 円ぐらいで買えるんじゃないですかね。これ価格 .com 見ても他の店はね、これより高いんで底値になると思います。でこれはね、詳しくはレビュー動画見ていただきたいですけども、なんかね、このヘッドホンの中ではね、私使用頻度多分一番高いんじゃないかと思うんですよね。まあ、そのぐらいちょっとねつけたくなるということで、まあ、なんといってもね、この、まあ、外観のおしゃれさとね、あとはこうシンプルで余計な機能をつけていないところでですね、なかなかね使いやすいヘッドホンで重宝しておりますね。でノイズキャンセリングとか外部音取り込みモード、そして空間オーディオなんかがとてもねいいですよね。また有線だとね、ロスレスも聞けたりするのもポイント高いですかね。はい、そしてね、アップルのギフトカード E メール配送というやつがですね、これが Amazon のマスターカードとポイントアップキャンペーンで、これ1万円だと500ポイントつくっぽいんですよね。ただね、これ以前もあったんだけどね、これ人によって変わってくるのと、あとは金額によって下がっていくのもあるんでね、そのあたりはちょっとね注意して、ちゃんとポイントを見てからね買ってください。で再来週からのね新製品に向けて仕込んでおくのもちょっとだけお得になりますかね。でお次はね、これ Amazon のねエコーポップってやつですね。これがなんと3480円に加えて、プライム会員はさらにマイナス1000円ということでね、2480円で買えるんですかね。でこれね、私買った時ね、スマートスピーカーっていうよりもね、 Bluetooth スピーカーとして安いから買ったっていうのもありますけどね、今回もまあ2480円だったら、もうただの Bluetooth スピーカーとしてね、例えば iPad とか iPhone とかにつないで使うのもいいかもわかんないですよね。 iPad mini 6.5 に接続しました。はい、そしてね、お次はね、サンワダイレクトの Bluetooth マウス。これはね、横スクロールできるっていうので、私はサブ用のね、このマウスとして買ったんですけどね、とても重宝しています。それがマイナス 13% で3480円になってますね。で、このね、マジックマウスに慣れてるとね、横スクロールがしにくい普通のね、縦だけのマウスって嫌なんですけど、まあ、シフト押せばできないこともないんですけどね。で、まあ、ただ、充電をね、し忘れた時なんか、あ、しまったっていう時にね、2つ目のマウスとか出てきますけどね、もちろん故障時もですが、で、まあ、そういう時用にですね、この左のダイヤルで、この横スクロールできるんでね、とても便利ですね。お値段も安くていいです。
お次はね、アンカーのね、ユーフィーセキュリティスマートトラックカードという、まあ、カード型のなくし物追跡防止タグということでね、まあ、こちらが 15% オフの3392円になってますね。で、これはね、まあ、Apple のこのね、エアタグの方が機能としては優れてるんですけども、ただね、やはりこのね、圧倒的な薄さっていうのがね、いいですよね。だから財布に入れても邪魔にならないし、かさばらないんですけども、でまあ、ただね、追跡についてはね、この近距離だと音で探す感じになってきて、その、まあ、ものすごいね、近場でエアタグみたいにね、この UWB 使ったのが出るわけじゃないんで、まあ、その点と、あとは充電できないので、このまあ、基本的にはまあ2年間、3年間ぐらいで使い捨てとなっていますね。はい、そして、ね、お次はね、これアンカーの 20W の USB-C 充電器ですね。これ圧倒的に安い1340円というやつなんですけども。で、これはね、これもね、新製品なんですけどね、アンカーが出してきた安いラインとしてね、出てきたものなんで、もうね、これでいいじゃんっていうね、まあ、その細かいなんか折りたたみだどうのとかね、小ささをね、ものすごい求める方向けではないんですけど、まあ、据え置きだったら全然これでいいやってことでね、Apple の 20W 買うよりは安いですし、小さいという特性を持っています。で、こっちはね、逆にもうちょっとこだわり派の方向けでね、これ 30W あるんだけど折りたたみ式で手のひらサイズというのが2790円 20% オフになってますね。まあグリーンだけのようですけどね、うちにあるのはこれパープルですが、まあ、とにかく小さくて 30W で、 30W あれば MacBook Air にしっかり対応できますからね、とてもいい製品となっています。はい、そしてね、アンカーパワーポート3、3ポート 65W ポットというのも、これが5290円 24% オフになってますね。で、これはね、65W、まあ、最大出ますからね、この MacBook Pro の、まあ、14インチ、13インチぐらいまでね、まあ、普通に対応できる製品なので、私はね、この、まあ、Apple 純正の MacBook Pro についてくるやつ、でかくて重いんでね、まあ、それの代わりに持ち歩き用に使っているという感じでね、まあ、これもまあ若干重量はあるんですけどね、まあ、手のひらプラスアルファサイズみたいな感じで、とてもね、重宝しています。これ持ち運び用の2台目としてお勧めできる製品ですね。で、お次ね、これアンカー547チャージャー 120W っていうのが随分安くなってますね。20% オフ、2000円以上ね、安くなってるんですね。かなりお得です。これだとね、Mac でしょ、あと iPad、そして iPhone と、まあ、プラス何かアクセサリー、全部がね、一気に充電できるんですね。なんで、これは Type-C だけになっててね、とても良くて、で、単ポートで最大 100W 出ますから、14インチの MacBook Pro でも使えるというのがね、ポイントですね。なんでね、私はね、この 100W のところに MacBook 用のこのマグセーフのね、ケーブルをつないだりとかですね、あとは 60W のところにはこの長めの USB-C のね、ケーブルをつないだりとか、あともう2つについては 20W 2つはこの iPhone 用のね、ライトニングと、あとは iPad 用のね、 USB-C2C をね、つないだりしています。で、お次はね、アンカー511パワーバンクというモバイルバッテリー兼電源アダプターという製品ですね。まあ、最近新型出ましたけどね、この旧型も結構使いやすいですね。これが 14% オフとなっています。で、まあ、これはね、電源アダプターとして使っていて、で、まあ、そのまま持ち出せばですね、モバイルバッテリーになるという製品なんでね、まあ、アンカー結構このジャンル力入れていて、最近新製品出ましたけどね、まあ、それでもね、この製品なかなか使いやすくてね、重宝していますね。で、最大 20W 出ますから、まあ、iPhone でも iPad でもいけるような感じでしょうかね。13 Pro フル充電は1時間40分で、バッテリー自体もね、残量残ってましたね。はい、そしてこちら毎日使っている ESR の iPad mini 第6世代用のケースですね。キックスタンド付きが 20% オフの1839円ですね。で、これもね、透明で背面だけのケースなんですけど、キックスタンドついてますからね、スタンド機能を兼ねた画面側がね、ない分、すごい軽いんですよね。もうね、80数グラムという軽さで、私は毎日重宝して使っていますね。こればっかになってますかね、iPad mini は。はい、そして ESR のマグセーフリングの決定版、ハロロックが1919円 20% オフになってますね。もうこれはね、視聴者の方にお勧めいただいて買ったんですけどね、もうリングの中で一番いいですよね。
これ縦に置けるというのが最大のポイント。そして長く伸びるんでね、で指の位置がねかなりこうね下まで持っていけるので、いろんなねボタンに指が届きやすくなってますよね。まあ、6.1 インチ 6.7 インチが大きいなと思う方におすすめできます。でお次ね、これもねおすすめですね。ファルバーというところのノートパソコンスタンド、まあ、2台立てのやつがこれ 10% オフクーポンで2699円ですね。でこれはまあ何がいいってね、この仕上げがとても丁寧で綺麗なんですよね。でしかもこれね MacBook とかあとはね iPad なんかに合わせてこの幅も変えられるんでね、まあ、この2台立てかけるのに本当にいいですね。でお次はですね、これベルキンのこのマグセーフのね車載用の充電器なんですよね。これが 17% オフの1万888円です。こちらですね、 Apple Store でシガー充電器付きのやつが、まあ、1万5000円ぐらいで売ってますけどね、まあ、自分で安いものを用意するとそれよりも安く用意できるわけですね。でこれはね昨年12月の新製品ですけども、まあ、こんなような感じでね、まあ、車のエアコン吹き出し口のところにつけたりして使うもので USB-C のチャージャーにつないで使います。でこれのね何がいいってね、これ出力 15W なんですよね。で、まあ、ベルキンも含めてね 7.5W のものが割と多い中ですね、まあ、ここの先っぽに 20W 以上の USB-C のカーチャージャーをつなげばですね、まあ、15W 最大出るということで、まあ、このねチャージャーは別売りなんですけどね。で 20W 以上ねつなぐと iPhone 14 Pro とかでも、まあ、このようにね12から 12.5W とか出るんで、充電がとても早いです。ドライブ中もですね、ガタガタやっても、落ちることはね今まで一回もないですね。でフル充電も 1% から iPhone 14 Pro でやりましたけど、30分でねなんと 44% 充電できちゃうんでかなりね早いですね。でフル充電については 100% で1時間58分という結果が出ております。はい、そしてこちらねジゼルのねスマホショルダーというのがこれ2230円、なんと 41% オフになっていますね。これね私買ってみたら予想以上にね使ってますね。で、まあ、このスマートフォンをね入れるポケットとかね、まあ、こういったリング的なものをつけてもね入ったりするんですね。これは14 Pro のサイズ 6.1 インチですけどね。でこの背面の方にはねこれファスナー付きのポケットがあるんで、まあ、コインを入れたりもできますし、あとはねカードを入れられるこういったポケットもあります。まあ、この部分ねファスナー付きですから、お金を入れたりあるいは小銭を入れたりできますよね。でこっちのポケット、これね14 Plus も確認できています。まあ、しょった感じはねこんな感じで、さっとね取り出すことができたりして非常にね、重宝しておりますね。まあ男性でもねちょっと出かけるときにねいいですよね。はい、そして最後ですね、これ SSD M.2 のやつ、キングストンのやつがこれが5516円ってことでね、おそらくね 1TB でこのカテゴリーで底値になるんじゃないかと思うんですよね。でこれね使ってみて思ったのはですね、この手の M.2 ってなんかね容量が多いときにこう熱を持ってちょっとね速度低下とかってあるんですけど、これはね私が使った限りは速度低下はなかったんでね、まあ、安いケースに入れてもねストレスなく使えていますね。はい、ということでね Amazon の季節先取りセール、なんか予想以上にね結構ねセール対象の点数も多くてですね、まあ私もびっくりしたんですけど、まあ、特にねその今年に入ってから出た新製品もセール対象になったりしているんでね、これ Amazon プライムデーとかよりも新製品が出てる感じもあるので、ぜひねチェックしてみてくださいませ。月曜日の9月4日いっぱいとなっております。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。